昔のギャルはリアルなんですよ。なるほど。あのマジでリアルなんですね。リアル、うん、あの別れたっていうのも、うん、まあこっちからしても残念だし、確かにね、うん、まあうまくいってほしかったですよね。知ってるからこそ慣れ初めを一番近くで見てた、ね、一番近くで見てたから、うまくいってほしかったなって思います。ユキはあの察してて、察してたんですか。つもりすごい守る人だから、あの多分、うん、言っちゃいけないみたいなこと言われてたから、まだ愛ちゃんと別れたことを、だからそれに対しても何も言わないし、逆に愛ちゃんの話も聞かないし、いや予兆は全くなかったんですけど、まあ愛ちゃんのストーリーにちらほらなんか愚痴みたいなのが書いてあったから、なんか久保さんのこと私にそんな聞かないでよみたいな、見ました見ましたそうっていう愚痴を書いてたから、もうその多分一緒です本当に。あってそこで察しました、だから森田にしとけってってなりましたいや、あのなんだろう、愛ちゃんとできてるのはなんとなく感づいてたから、愛ちゃんが嫌いとかじゃなくて、感づいてたからこそ余計モリモリが頑張ってるのが、逆にこっちも視聴者さんと同じ気持ちで、頑張れモリタみたいな、愛ちゃんとくずみはもうできてるけど負けんなモリタみたいな、いけいけいけっていう気持ちだったから、なるほど、結構逆境感ありましたもんね。ありました頑張ってた、あいつすごい最後に、まさかでも最後に2名残るとは思ってなかった。それも思ってなかったから、実際、うんうんうん、理由が、あの聞いちゃいけないんだろうなって察して聞いてないんです、うんうん、みんな聞いてないですやっぱり、え、予想っすよ、ゆきの予想で大丈夫ですけど、ギャップじゃないですか、ギャップ、あの撮影っていうか、はい、あのそういう期間、うん、あのあったじゃないですか、うんうんうん、バチェラーの期間、はい、で、まあ解放されてお家に戻ってきて、うん、普段の現実世界に戻ってきた時にやっぱり違ったんじゃないかなって、お互い あれでってなっちゃったじゃない、なかなかそこ難しいですよね、うん、変わってきてるのかなみたいな、変わりすぎですね。そうなんですか。昔のギャルはリアルなんですよ。なるほど。あのマジでリアルなんですね。リアル、うん、あの大人数でその場で集まる、渋谷3日前で集まる、でグダグダするその場で、はい、うん、暇だよねってそこでグダグダする、その当時は多分電話代も高いし、うん、SNS だってそんな復旧してないし、うん、ね、あの使いたい放題とかそういうのもないし、うん、で多分リアルで会った方が楽しいし安いし、うん、だったんですよ。だけど今こうなってきて、結局 YouTube じゃないですか、雑誌じゃないんですよね。なんか雑誌のあれも、うん、カメラマンたちがその場に来るんですよ、うんうんうん、実際にリアルのギャルを見に来るんですよ。なるほど、街に出て、そう、うん、だけど今の子たちってギャルって言えるのか分かんないですね、ゆきは。ちょっともうファッションだけじゃないの。なるほど。あとは性格、性格も、うん、ギャルっていうか最近のギャルたちって性格がギャルなんじゃなくて性格がヤンキーなだけで、ギャルのギャルとヤンキーってどっちがんだろうヤンキーは性格が怖い、うん、あ、ギャルって怖くないと思うんですよ多分。あ、さっきのちょっとこう空気を読むみたいなのがちゃんとしてるんですよ、うん、ギャルは、だけどヤンキーって気に食わなかったら怒るんですよ。あ、なるほど、そう、だから、そういう性格をしてギャルになった子たちなのかな、今のギャルたちって。ファッションがギャル、そうそうそう、ユキ、うん、はギャルだと思わないな。だからエッグのウェブ版が復活したって言っても、うんうん、ちょっと見たんですけどリアルじゃないっていうか。あ、そうなんだ、うん、あ、もう違う、全然違う。そうなんだ、うん、あ、そこは確かに リアルかもしれないですけど、うん、結局手に取って見るっていうか、うん、手に取ってギャルが集まってヤバって見るんじゃなくて、一人で家にいる時に暇だから見ようへーって終わっちゃってるんですよ。ギャルじゃない、うん、ギャルって
ギャルって、リアルじゃない。そうそうそう、なんかエセエセなんかあのエセエセってあれは、あのフェイク、フェイク、そうそうそれ、はい、フェイクなんかなんだろう、だって画像だって適当に、そっから拾って、はい、勝手にやって自分を作っちゃえば、うん、ネット上ではギャルになれるし、ギャル自体が全員集まらないんですよね今って。本当にあのなんか空間が違う、空間が残ってないですね。ギャルが減ったっていうのもありますけど、残ってないと思います。だって今渋谷行っても友達いないんですもん。渋谷行ってセンター街、前なんか、うん、ほんと15の時、まだ6年前とかは、はい、まだその時でもセンター街行けばいたんですもん、うん、友達が絶対一人は、うん、で何してんのみたいな、でそこで 2,3 時間喋ることもあったし、うん、プリ取り行こうよってプリ取って、うん、その場の場面で遊んでって感じだったのに、うん、今の子たちは約束しなきゃ会えない。あーなるほど、うんうんうん、悲しいっすよね。だって約束しなきゃ友達に会えないですよ。アポ取んなきゃいけない。まあ確かにちょっと、まあそうですね、うん、うん、なんか大人数でわちゃわちゃしてたのが楽しかったんだなって、でそこで情報を交換して、うん、っていうのが、うん、ギャルだったんじゃないかなって。だからみんな同じ格好になるし、同じもの使うし、同じ顔になるし、だけど最近の子たちって違うじゃないですか、みんな個性があって、そうっすね。確かに見た目はギャルかもしれないけど、やってることは最近ですもんね、みんな。ネットワークですよね。そうなんだ。逆にこう肩から見てるとやっぱり分からないですよね、そういうところって。うん、多分経験してないと分かんないですよね、最初のギャル。そのもっと昔のギャルはわかんないですけど、多分もっと昔のギャルのユキが初めてギャルに憧れてギャルに入った、ギャルの世界に立ち入った時、うんうんうん、と多分あんま変わってないと思うんで。あ、うん、進化しちゃったんですね。なるほど。携帯で会えるからみんな。まあそうですね、 LINE があれば、うん、ただで電話できるし、うんうん、ただで情報交換できるし、